こんにちは。アーデルハイドが魔族に襲撃されて涙のかけらを要求されているところからやっていきます。ちなみにですね、このメオリバードはボンジュールらしい。私は姫様の成長記録を担当しておりますだってで、ぬいぐるみの数がすごいんだよな。これ格式高い部屋に愛らしい人形たちが和やかな子供らしさを演出する。その一つ一つが動物の細やかな文様を再現した特注の生地に尻尾の瞳をはめ込んでいる。すごいな。ちょっとさ、前回のムービー中かな、人形映ったけど目確かにちょっと怖かった。埋め込んでる感あった。この辺のクマの人形かな、なんか映ったやつ。生命の輝き、アーデルハイド王家に伝わる秘宝涙のかけらの輝きには一つの考察がなされている。涙のかけらに目を凝らすと、その内側よりほのかに明言する光が感じられるだろう。この光の律動はまるで心臓の鼓動を思わせるという。涙のかけらは遠い過去においてアジンシュエルーよりもたらされたとされるゆえに、世界の命と結びつくとの見解もある。真偽は今後の研究に委ねるとして、その輝きの美しさ、優しさにはどこか命を想起させる何かが伺えるだろう。いやー、すごい広い、いい部屋だなー。これ調度品には誇り一つない。手入れが行き届いた女性的な部屋は、人の生活感が抜けたよそよそしい雰囲気がある。飾ってあるものも多いね。さあ、じゃあまずここから脱出して、オズマっていう兵士ですねを訪ねなきゃいけないんだけど、どこどうやって行けばいいんだろう。向こうに行けて、時間って何？あ、読めそうって、あ、いっぱいある。眠りを覚ました機械。ハルガイアの各地より発掘される高度に発達した様々な機械、アーム。現代の研究者たちはアームの3文字に意味をなぞらえてこう表現した。アンシェント・レリクス・マシーン、すなわち古代遺跡より発掘された機械である。過去においてはまた違った意味を持っていたであろう言葉、アーム。研究者たちの情熱が千年前の暗闇を照らした時、その謎も解き明かされるのであろうか。これもだ。現在に残る王家、大戦期の終わり、人々を率い人類存亡に力を尽くした結社、七人委員会。その流れを組み、人民投票により選出された統治者の血筋、それが皇王家である。かつてはその祖と同じく7つの皇王家が存在していたが、過酷な千年間に摩耗し、近年では2つが残るばかりである。アーデルハイドとアークティカ。現在のファルガイアに残った七人委員会の意思を継ぐ血筋である。共にエルーの技術影響を強く受けており、アーデルハイドはガーディアンを奉仕、自然との共存共栄傾向が見て取れる。対してアークディカは錬金技術の再興に国力を注ぎ、技術による人類の復権を最大の目的としている。考え方は違えど、両皇王家はファルガイアに秩序と平和を求めてやまないのである。良き王族とは、第一に守るべき領民の心を知るべし、第二に常に己が率先して動くべし、最後に何よりも誠実にして正直であるべし。
いいこと言うな。王族とは領民の上におごるべからず、領民の中にあると知るべし。領民の下に礎となるべし。王族とは領民よりの搾取に生きるにあらず、領民より生かされて、有事に際しては領民を守ってまず死ぬるべし。すごい。いつも読める。古代の人型兵器。伝承によると1000年前の魔族大戦において巨大な兵器が作られたという。それがゴーレムである。人の形を模し魔人の名を冠した総数8機のゴーレムは一部を除き未だ遺跡の闇に眠っているという。8機か。でさっきいたのが3機博覧会で。その全てが光のもとにさらされた時、戦士研究の飛躍的発展が始まるのであろうか。我らは古代の力に触れる前にもっとよく歴史を学び考えるべきである。古代の人型兵器ゴーレムの力はこの世界に何をもたらし残したのか、その力を生み触れたのは誰であるのかを。こんな、でもうろうろしてていいんだろうか。どこ行けばいいんだ。多分その兵士のいる、あ、姫様こんなところで何をなさってるんですか。とにかくお部屋にお戻りください。あ、やばい、じゃあ見つかっちゃダメなんだなこれ。そういうことね。でここどこ、ここに戻される。ここどこよ。この奥ってなんだ。あ、高度根間からは緊迫した気配が伝わってくる。踏み込むのは賢明ではないだろう。王様の部屋か。こんな正面から多分無理だよね。あ、行け、いるな、いるね。あれ、そっか、回っていくんだ。こっちから回って、え、ちょっと、うるさいよ。見つかるよ。ん、なんか光つかむ。あ、こんなことができるのね。で降りるってこと。よいしょ。で、こっちの左、どっちだろう、左右どっちかだよな。こんな近いとこにいないか。いる？誰か。逆かな。こんなところに来てはいけません。こっちじゃないんだ、逆だ。やっぱり限界耐性中であります。どうかおとなしくされててください。すいませんでした。でここに出されるんだ。部屋に戻されるわけじゃないんだね。あそこ通れないからこっちしかないもんな。で、誰かいます。あそこにいる2人いるね。通れんのかこれ。端っこに、視界に入らなければ。あ、ダメか。ダメですよ、こんなところにいちゃ僕が上の人に怒られちゃいます。このままでは勤勉な兵士たちの手で来た道に戻され続けてしまうね。何か二人の気をそらす良い手段はないだろうか。気をそらす、気をそらす、
本編か。でれれれれれ。うわあ。どうしたジョージ、くせ者か。今何かが俺の足に触れたんです。モンスターが侵入したのかもしれません。何を言ってるんだ。ナイス。よし、計算通りだよ。さあ早く行こう。ナイス。そうだよ。でこっち側来て。ごめんねみんな。なんとなくセシリアに帰るか。で横を通ってこっちだ。こっちの一番端の部屋の方だ。着いた？あ、みんななんかいるよ。助けてくれたこと本当にありがとう。感謝の気持ちを伝えたいんだけど、私今これしか持っていなくて。ありがたい。ごめんなさい、つまらないものしかなくて。とんでもない。これ助けた住民がアイテムをくれるので、全員助けておいた方がいいんですよね。私は常に最悪の事態を想定し先回りしようと努めておったが、そうだよね、確かにこの人はこんなことが起こるなんて私は想像もしとらんかった。誰も想像できん。これはかくなる上は私が責任を取り事態収拾へ動くのが筋じゃ。それなのにわしにできることといえばこれを差し上げることくらいじゃ。情けない町長じゃな。家内に宿毒呼ばわりされてもしょうがない男じゃ。んなことないよ、一気見るこみありがとう。アーデルハイトの町に戻りなさるか。わしは町長として何をすべきなんじゃろう。責任感あるな。力に蹂躙された土地は涙と呪詛に満ち復讐を誓うものなのね。だからこそ戦いを止めるべく人は一生懸命になるんだわ。あなたたちアーデルハイドの町に行くんでしょ。お願い、この戦いを止めて。キャラクターがし、ありがたい。どうぞご無事で、ご無事をお祈りしています。あの時の私、恐怖と絶望で足がすくんでいたんです。でもあなた方は大混乱の中必死で助けに来てくれたでしょ。その勇気が私を我に帰らせてくれました。なんとか逃げることができたのはあなた方のおかげです。ラッキーカード。これから街に出られるんですね。こんなこと言うのもなんですけれど、あまり無理をしないでください。悲しい思いはもうこりごりですから。いや、この親子もよかった。まだ頭がぐるぐるしてるけど、僕助かったんだね。大好きな漫画の続きもちゃんと読めるんだ。お兄ちゃんお姉ちゃん、本当にありがとう。俺に僕の宝物あげるね。ありがとう。助けてもらったこと、きっとずっと忘れないよ。なんとか息子と再会できたのもあなたたちのおかげです。大したものじゃないですが、私の感謝の気持ちとしてどうか受け取ってください。受け取ってください。小さな花、ありがたい。この場所に来てうちの子の姿を見たら膝から力が抜けましたよ。よかったね。でもね、さてこっち、あなたがオズマ姫、私に何のご用でしょうか。オズマ、お願いがあります。城下町へとつながる秘密の通路、その場所を教えてください。これ以上の犠牲者を出さぬため、私は町に向かい涙のかけらを渡さねばならないのです。姫、王族は感情で動くべきものではありません。目前の火を消そうと躍起になったがため、将来にさらなる惨事が起こることもあるのです。姫の行為で引き起こされるかもしれぬ全ての痛みと悲しみを受けるお覚悟が終わりなのですか。オズマ、私はいつでも正しい公女であろうと努めてきました。これでは答えにならないでしょうか。わかりました。私の知っている限りのことをお教えいたしましょう。
越見の間から階段を上がったホールに馬の像が2体ございます。その像の台座をよく調べてください。はい。一つだけ剣のレリーフにこの盾の奇想が反応するものがございます。城下町へと続く古くからの隠し通路はその先より伸びております。おー、ありがとうオズマ、言いにくいことをよく言ってくださいました。この人本当いい人そうだよね。いいえ、あなたのお役に立つことがこのオズマの一番の喜び。この思いは今も昔も変わりませぬ。いや、ありがとう本当に。越見の間から上がったホールにある2つの馬の石像。 OK です。なんかアーデルハイド王家に伝わる奇想の一つ、剣と盾は2つで1つであり、盾は剣の向こうに道を開くと言われています。へえ。よし、じゃあ今度は越見の間から、ちなみに誰か会議か。鉄拳の間から階段を登った階段を登った、それではないんだ。馬って言ってたもんな。馬のまだいる。使っちゃうかなこれ。あ、上の、あ、一応上に来れた。見つかって見つかりながら上に来れた。あ、これ?これか。剣のレリーフに触れた時、盾の奇想が光を放ち始めた。ここね。一行は奇想を取り出しレリーフにかざした。盾と剣は鈍い光を放ち共鳴を始める。おー、これはすごいマジ?着いた。こんなアーデルハイド地下道進んでいきましょう。まさかだったな。あんななんかスフォーンって出てくると思わんかった。入り口が、すごいな、地下水。ん?ホーサーメリー行こう。あ、上にある金網の下で丸を押すと金網に飛びつきぶら下がります。ぶら下がり中は方向キーを左スティックで移動を行い、待つで金網から降りることができます。ぶら下がった状態で金網の端まで移動し丸を押すと、逆上がりの要領で金網の上に登ります。金網の端に立ち丸を押し続けることで金網の上から飛び降りることもできます。ん?端に立ち飛び降りれる。あー、もうやってみればわかるかねとりあえずそこに乗ってみよう。ほっ、ん?よし、上がる。ティールベリー3個。うん、よいしょ。で、向こうには行けないからとりあえずこっちか。
なにこれ。落ちるんかい。またぶら下がって、ん、あ、こっちか、見えなかった。で、上行くんか。ほい。わけわかんなくないそれな。こっち行って、あそこの浮いてる、浮いてるわけじゃないか。あれも壊したいけど。敵出ないんかな。ん？なんかいけそうな雰囲気だけする。とりあえず入るか。あ、宝。なんかある。4人の魔女第2章宣言はサブタイトル、律を破るもの。これは掴む。バルブは閉じられている。バルブを開けるにはハンドルを逆に回さないといけない。はい、こっちか。あれ、あれ、こっちね。回してるつもりだったんだけど。いた。仕掛けが作動し、水の注ぎ込まれる音が聞こえた。あそこにも行けそうだけどな。これでなんか変わった？あ、いけるようになってる。る。わあ。ん？ほい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 。ほいほい。おお。ヒールベリーとリバイブフルーツ。あ、でも出れそうだな。あれ、こんだけ。ちょっと待ってくださいね。とりあえず今行けるのはこれだけみたいなのかなと思うので、はい、また入れるし先進みましょう。というか多分 出口でしょう。アーテルハイド城下町、どこに出てきたこれ。どこ。これどこよ。城の、あ、端っこか、左側の。しかしもう燃えすぎでしょこれ。どこにいるんだろう。いる。待ちわびたぜ。さっさと涙のかけらを渡してもらおうか。涙のかけらをお渡しすればこの町の人々の命を保証してくれるのですね。安心しな、俺様も忙しい身なんでな。
いつまでもこんなところにいやしないで。毎回さ、こういう展開の時思うけど、信じちゃダメだよって思うけどな。これでみんなの命を。おおとも、任務完了で俺様も機嫌がいい。今日のところはこの町の人間の命を勘弁してやろう。ゲートが開き次第撤収するぞ。当然例の物も一緒だ。遅れるなよ。あ、待て、ザハック。俺の要件はまだ終わっちゃいねえ。あん、何用だ。俺はこの町の人間じゃないぜ。つまり命の保証対象外ということだな。様、伝承の時代からの侵略者、魔族だな。王とも、だが俺様を魔族と知ってどうする。お前ごときに何ができる。復讐だ。そのために俺は今日まで生きてきた。少しは骨のある奴もいるようだな。嬉しくさせてくれるぜ。いいだろう、時間はないが付き合ってやる。うわー、電車の魔族相手に一人で挑むなんて無謀です。いや、三人でも無謀です。無謀やで、これ。きたー、ベルセルク戦だ。人間はちょっと遊んだだけですぐ壊れちまうからな。特別に手加減をしてやるぜ。もうだってあの鉄球見てよ、一発で死ぬ自信あるわ。だからせいぜい持ちこたえな。さあ、楽しそうに踊ってもらおうか。踊れ踊れ。うわぁ。んで、すごいほんと怖い攻撃来るから、一旦目か。いたぶる。やらいけた。強っ。おい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 。マジで？ちょっと。おい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 、ガードしたのにな。全然強かったっていう。私であるため。マジかよ。挑発してきた。この威力俺は覚えている。千年の時を隔てようと忘れてなるものか。この力、俺様たちと同じ力。さて、楽しませてくれるか？アームの使い手さんよ。すごい、このセリフはいい。わー、早打ち使いてえけど。スピードファング使ってっか。アナライズいる？次もガードか。イタブル来た。セシルはやめてください。うわ、またかよ。い、強いんだよ。もう、まったくよ。なんちゅうことしてくれるんだよ。経験値もらえなくなる。あれ、経験値くれるよね、これ。立てない。逃げ。152。終わった。祈祷の準備が整うまで楽しませてもらうつもりだったが、今の人間もろすぎる。戦いの牙をなくしたか。
戦うわけをなくしたか。それでは俺様に届かぬわ。あー終わったー。経験値入るわ。いやーセシリアやられすぎだろう。残念だったな人間。お前たちには俺様に一矢報いるだけの力すらないってことだ。そしてこの俺様にお前たちと戯れる時間が足りないってのも残念といえば残念だな。ベルセルクいいキャラしてんな。復讐でも何でもいいからよ、俺様を楽しませるくらい強くなったら相手をしてやろう。こっちばかり土産をもらっても悪いからな。つまらないものだが受け取ってくれ。それじゃあばよ。博覧会の会場だ。やつらゴーレムまでも。フィギュアだ。メモリーフィギュアはいらないってか。でもこれでもう最悪の事態ですね。申し訳ありません父様。言いつけに背いて涙のかけらを魔族の手に渡してしまいました。もはや済んだことである。何も咎めまい。だが奴らは涙のかけらをきっと恐ろしいことに用いるに違いない。それだけは何としてでも。傷に触ります父様。もうおしゃべりにならないでください。すべては私の責任です。必ず涙のかけらを取り戻します。どうか心安く。姫様が涙のかけらを取り戻すですと？なりませぬ。奪還には騎士団を派遣すべきです。もう決めたことです。アーデルハイドの再建に国庫の解放と騎士団は不可欠です。涙のかけらを取り戻すためといえど、それらを当て込むわけには参りません。ですが私が赴けば、公女たる私こそが涙のかけら奪還を使命と背負うべきです。姫様心配しないでよ。ハン、人が誰も一人でないように私にも心強い仲間がいます。彼らの力を借りることができれば、涙のかけらはきっと取り戻せるはずです。ロディ、ザック、私のために力を貸してください。ファルガイアのため、涙のかけらを魔族の手から取り戻すことに協力してください。話はよく分かったよ姫さん。それではロディのやつも承知しているようだし、やつらを追うことに関してはこっちから願い出たいくらいなんでね。だが姫さんはついてこなくていい。こっから先は王族の道楽じゃないんだ。そんな、私はそんなつもりでは。最初からお姫様と名乗っていたら俺は姫さんと組んで仕事しなかったよ。王族なんてものを俺は信用できないんだ。
今までずっとそうだった。そしてこれからもだ。城の連中の態度から察しはついていた。だが未だに自分の口からきっちり素性を語ろうとしねえ。身分を隠してお忍びの旅かい？随分と面白そうじゃないか。俺と関係のないところでやってくれ。口が過ぎると思わないか、渡り鳥よ。構いません、ヨハン。黙っていたことは謝ります。アーデルハイドの公女であることを明かすと、誰もがよそよそしくなってしまうのがいつも寂しかったから、つい。ですがファルガイアを大切に思うこの気持ちに偽りはありません。どうすれば分かってもらえるのでしょうか。あ、セシリア、ファルガイアを。あなたの剣を私に貸してください。どういうつもりか知らないが、姫さんに剣は使えない。やめときな。あなたの剣を私に貸しなさい。意外に重いだろう。剣の重さはそいつが背負った宿命の重さだ。どう見ても姫さんには無理だ。剣を返しな。お姫様には全てを支えきれないんだ。これまでの私はあなたの剣が断ち切ってくれました。感謝します。剣士よ、アーデルハイドが公女、セシリア・レイン・アーデルハイドが改めて願います。髪の毛、あなたの腕をファルガイアのために振るってください。この剣を取り、力を貸してほしいのです。姫さん、あんたの決意本気なんだな。もう後には引けないんだぞ。強くなれセシリア、より多くを愛し包み込めるまでに。悲しむことなど子供にでもできること。姫様は御年17になられ遊ばれました。成人として振る舞われてもらいます。悲しいです。私は皇后陛下と臣民の犠牲者を弔うための準備を進めるよう進言します。それが生き残った我々のなすべきことです。少しずつ枯れてゆく。
はい、まあ一泣きしたところで、まあ初代の時も思ったんですけど、国葬の場面は本当にすごい演出というか、はい、曲もいいし泣かせてきますね。でセシリアも髪を切って、ここからまた新たな旅が始まるっていうところで、今日はここで終わりにしようと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。